皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。ビデオが遅くなった理由はありますが、それはただの言い訳です。もう一回ビデオ作る時間ができて嬉しいです。久しぶりに自由時間がいっぱいあって、朝は八戸の近くの桃石でサーフやってる友達に会いに行って、その後十和田の方行って、函館山を越えて素敵な景色、そして涼しい空気の中を撮って、黒石に降りて五所川原を越えたら出来島の方に行きました。そこにさやかさんが相変わらずのビーチクリーンをしていました。ちょっとだけ気持ちだけ手伝って、今はここで心の中にある気持ちを皆さんに伝えたいと思います。今日はベジタリアンになったことについてのビデオになります。青森でベジタリアンになって困ったことです。4月1日に、嘘じゃないですよ、4月1日から今日まで僕はベジタリアンです。妻に明日から私はベジタリアンになりますと伝えた時は、妻は僕の目を見て思いっきり言われた。めんどくさい確かにそうですね。今まで家族の中で一番めんどくさくなかったのは僕でした。何でも食べてた、魚、肉、大変ですが、自分の犬を見て、自分の犬の目を見て、自分のおじいさんの畑の牧場にいた、牛や豚、羊、いろんな動物の目を思い出して、自分の犬と全く同じ目してるのに、なぜ自分の犬と同じような動物の肉を食べるということがどうしても気になって、4月1日からベジタリアンになりました。そしてNetflix のシースパイラシーの動画を見て、ますます僕はベジタリアンになるしかないと思いました。青森の料理が大好きです。もちろん海の食べ物も大好きでした。今も大好きです。納豆も含めて、ほやどうぞいてください。食べれないのは3つだけです、この世の中は。それはスジコ、ホルモン、それから白子。この3つはどうしてもと思いますが、今はベジタリアンなので、それを食べる心配もなくなりました。そこで青森で困ったことは2点ありました。1個目は、大島の制作活動をやった後に、どれだけ私たちの周りにプラスチックが広がっていることに気づいて、ある日コンビニに行って、プラスチックに包まれてない食べ物、そして肉、魚、入ってない食べ物を買おうと思って、一生懸命探しました。どれにしようかな、どれにしようかな、どれ、あれあれない、全部プラスチックに含まれてる。そして1個だけ見つかりました。それは生チーズのケーキだったんです。紙パックに入ってて、喜んで取って、時間なかったので急いでレジで払って車に入って出発したら、紙袋から、紙の箱からレアチーズ出して、レアチーズでした。そのレアチーズ、なんとプラスチックのコップに入ってました。まだまだですねと思いました。2回目困った時は、あるスーパーにいた時は、どうしても肉、魚がない料理を買おうと思って一生懸命探してたんだけど、なくて一生懸命探してました。けどその後ろに聞こえてる BGM が気になってて、その BGM はこんな感じでした。青森のうまいもの。そこで私が一生懸命魚入ってない、肉入ってない食べ物を探してました。あれどこだ、青森のうまいもの、どれにしよう、どれにすればいい、あれどれにするところじゃない、ないんだけど、青森のうまいもの、確かにすごい青森の食べ物が美味しいんだけど、私が一生懸命探してる時に青森のうまいもの、結局納豆とおかしい方かな、確か。とにかくベジタリアンになってから困った時は2回ありました。けど他の食べ物が最高に美味しくなりました。口の中の、多分その肉の濃い味、油の濃い味が最近食べてないので、他の野菜、他の料理の味がもう濃くなって、口の中にやっぱり虹が出てきますよ青森でベジタリアンになってよかったと思うんですが、まだまだ研究中です。あ、そうだ、5月1日から5月の5日まで自転車で青森県を一周しました。それはベジタリアンになってから毎日そば、野菜、
いろんな料理食べて、そこで自分をテストしたんだけど全然大丈夫だったんです。660キロぐらい青森からずっと青森県の地図を、まあ三つの半島をこうかなこうかな三つの半島を一周して、ベジタリアンパワーで何ともなかったんです。最高に走れたんです。皆さん、もしベジタリアンになりたいと思ったら、一気に1週間もしくはずっとならなくてもいいんです。例えば平日だけもしくは週末だけベジタリアンになることによって、ここの風車、私たちに必要な電気を作って、そして二酸化炭素が減ります。それでは元気でありがとうございます。